衝撃。孤島に男32人と女1人が6年間過ごした結果、アナタ半島はサイパン島から約 100km 離れた全長約 9km、横幅約 4km の小さな孤島。このアナタ半島には日本人夫婦の2人が暮らしていた。これから話すことは妻である比嘉和子の実体験である。時代は戦争中、サイパンも激戦地となりつつある時だった。ある日、和子の夫はパガン島にいるはずの妹が心配になり、妹を迎えに行くと言って島を出て行った。だが間もなくサイパンは攻撃され、和子の夫はそれっきり消息不明になってしまった。1944年6月頃、日本兵31人の男がこの島に泳ぎ着いた。最年少は16歳、多くは20歳前後の若者ばかり。女一人と男31人の生活が始まった。和子は乳房は丸出しで、腰の周りに締め飾りのように木の皮で腰身をつけていただけ。男たちも細紐で前を覆っているだけであった。嫌でも和子の豊満な肉体が目につき、男たちの欲望を刺激した。男たちの視線が不安になった和子は一人の男性と結婚した。しかし夫になった男は昇進で、言い寄ってくる男たちを撃退できず、見て見ぬふりをした。少し経ち、山中で米軍の B-29 爆撃機の残骸を発見。この時、この事故現場から少し離れたところで、男たちはピストルを4丁と実弾70発を見つけた。ピストルはどれも壊れていて使い物にならなかったが、銃に詳しい男が組み立て直し、使えるピストルを2丁完成させた。銃は組み立てた男とその親友の男が1丁ずつ持つことになった。このピストルが全てを狂わすきっかけとなる。二人の男が武器を持ったことで力関係が発生した。二人の男は銃によって絶対的な権力を持つようになったのだ。すぐに二人は銃で脅して和子を抱くようになった。和子には夫がいたが、二人はお構いなし。和子は三人の男と夫婦生活を送ることになった。二人の支配はこの後も続いていたが、翌年の昭和22年、銃を持っていた二人の男は仲間割れを起こし、片方の男が射殺された。それから3ヶ月後、海に転落して死んだ男が現れる。誰もが事故ではなく、殺人だと気づいていた。男たちの間では、ピストルを持っている奴が、和子の肉体を手に入れることができる、というムードに完全になっていたからだ。その後、和子をめぐって喧嘩が何度も起こり、気づいた時には犠牲者は7人に増えていた。実はこの頃にはすでに戦争は終わっていたが、アナタ半島の近くでは時々使わなくなった古い爆弾を爆破する作業が行われていた。その音はアナタ半にいるみんなに聞こえており、まだ戦争は続いていると思っていた。相次ぐ殺人に年長者が全員を呼び集めて会合を開いた。これ以上の仲間の殺し合いを何とか避けるためであった。会合の結果、島の男たちは和子に自分の好きな男を選ばせて、みんなの前で結婚式を挙げ、銃は海へ捨てられることになった。このことはこの島にとって大きな区切りとなった。これからは平和な島になると誰もが思ったが、現状はあまり変わらなかった。この後も4人の男が死んだり、行方不明になったりした。最初の殺人が起こってから、すでに5年が経っていた。31人いた男たちは19人になっていた。和子の正式な夫を決めても、銃を捨てても、和子をめぐっての殺人は起こる。どうすれば殺し合いをやめられるのか。残った男たちは再び会合を開いた。そこで出された結論は、和子を処刑するということだった。和子がいるから殺人が起こる。
明日、和子を殺そうということで全員が一致した。だが、その日の夜、一人の男が和子の小屋を訪ね、このことを伝えた。逃げろ、殺される。男たちの考えを知った和子は小屋を飛び出し、ジャングルに逃げ込み、野宿生活が始まった。辛い逃亡生活に入って33日後、和子はアメリカ船が沖にいるのを発見。すぐに木に登って、パラシュートの布を振って、大声で叫び、救助を求めた。アメリカ船が近づいてきた時、男たちはまだ戦争終結を信じていなかったために隠れており、和子は無事このアメリカ船によって救助してもらうことができた。孤島での生活は6年間に及び、その間、殺された者と行方不明になった男は13人に上った。和子はこの後、サイパンに送られて、そこで1ヶ月を過ごし、グアムに滞在した後、日本に帰ってくることができた。東京でしばらくストリッパーをやっていたが、再び沖縄へ帰り、34歳の時に再婚。新たな主人と、たこ焼きとかき氷の店を始め、店も繁盛。ようやく平穏な生活を取り戻すことができた。和子が40代半ばの時に夫が死去し、和子自身も49歳で脳腫瘍により、その波乱の人生を閉じた。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。